太陽有限責任監査法人は、日本における準大手監査法人である。世界第6位の会計事務所である、グラントソントインターナショナルと提携している。法人の経費は大きく、太陽と ASG に分かれ、提携先のグローバルファームや税務業務、コンサルティング業務を行う組織は、ASG 側から引き継いだものである。両者の合併以降はこれらの組織をまとめて、 太陽 ASG グループと称していたが、2014年10月1日には、グローバルファームの名称を押し出して、太陽、グラントソントンとなった。同時に、法人名称も改められ、ASG の名称は見られなくなっている。2013年に、中堅の霞ヶ関監査法人を合併して、以降は、業務収入、人員数、 上場クライアント数ともに大,大手4法人以外で最多である。特に上場クライアント数においては4大監査法人の一角である PWC 新た有限責任監査法人を上回り国内4位の規模である。2018年7月に優勢監査法人と合併したことにより上場クライアント数は215社となり PWC 新た 有限責任監査法人の上場クライアント数の約2倍である。郵政との合併により、地方事務所の拡充がなされ、PWC グループが未進出の札幌、仙台への拠点開設がなされた。2015年度の業務収入は60億円で、クライアントは中堅規模が中心となっている。優化証券報告書より、最近の監査報酬上位10社を以下に示す。 ありがとうございます。